いぶきさん、対戦よろしくお願いします。相手を確認。地面が多いけど水もいるからって感じだな。炎は出せんな。そうなると今回ツッツンは控えですね。ヒサとかスワさん、どっちにしよう。スワさん戦とヒサとオサノで、最初にギャラドス来たらもうダイマックス、スワさんのダイマックスして、あのあられが降るとスワさんがまたキューブに戻るらしいんですよ。なんとか今回カバルドン、うんうん、カバルドンか。ダイマックスで威力は120、130、スワさんのダイマックスキューブ化の状態でダイマックスだ。スワさんよいしょかわいいな、叫んでおります。スワさん、スワさんのダイアイス、これでなんとか倒しきってくれないか。威力は130、攻撃、うわーマジか。これで多分ね、地震とかされても大丈夫だと思うんだよな。あくびか、そうきたか。いやこれ突っぱねるしかないよな。100、うん、ダイアイスしよう。なんとか急所に当たって、急所とかないのかな。ダイマックスに諏訪さんのダイアイス、これなんとか、ああマジか。ステルスロック、うわ準備されていくな。あっ、オッケー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 、ナイスあられ、よし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 。これで眠っちゃうね諏訪さんね完全にキューブと化してしまった諏訪さん、困ったぞ。ただ相手の物理攻撃ならば一回は耐えてくれるはず。効果ありか、もう一回ダイエットにするか。エラ紙、うう、あ、よし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 、耐えた耐えた。諏訪さんのキューブ化解除、あ、寝てる、かわいいかわいい。じゃあ最初この氷っぽってポケモンをチカちゃんにしようかとも思ってたんですけど、チカちゃんもキューブ化にされますからね。そう、迷いに迷って諏訪さんにしたわけですが、さあフリーズドライ、あられで戻んないのかな。うぅ、うわぁ次やられちゃうな。なんでだろう。お、目覚ました。諏訪さんのフリーズドライ、オッケー、おぉほほほ、お、すごっ。え、フリーズドライってそんな確率で凍らせてくれるのか。あられがやんだ。え、なんでだろう。あら、え、ちゃんと特性調べないとダメですね。そうかそうか、まあもう一回フリーズドライするか。諏訪さんのフリーズドライ、うりゃー。あられ降った瞬間に解除されてないとダメなのかな。まあいいやちゃんとこ、お、やっぱいたか、ギャラドス。威嚇、攻撃下げよるな。そうね、フリーズドライだな。ミスったな、特殊に振ればよかったな、諏訪さん。全然攻撃技使わないね。ブルブル震えてる。困った顔してる。かわいいな。ダイマックス来たか。まあ、で、剣の前されるよりはいいんじゃないかな。さあ、この、ダイマックスギャラドスに、三立てされんように。ルールは覚えてなかった気すんな、誰もな。どっち早いか。お、オッケー、ササのフリーズドライ。おー、すげえ、何も努力値振ってないのにこれだけ入るか。強いな、そう。くそ、さあさあありがとう。うわ
素早さがあった。マジか。そうだな、ヒサトに行ってもらうか。いけ、ヒサト。スワタイ切り込み隊長。うわ、ステルスロックがいて。そうだな、タイプ1は今一つだから、レッドパンチであわよくば氷にしてくれ。大ジェット、あ、そうだ、抜群じゃんか。やってまったそうだった。さらにスパイス上げてグヌヌ。オサノ頼んだ、オサノ。ん、待てよ、オサノも格闘あるから。あ、やっべ、オサノ抜群だ。あ、マジか。うわ、結構惜しいとこまで来たんだ。大ジェット、あ、きつい、なんとか。うわ、そうか、そう。いぶきさん、大佐ありがとうございました。マジか、悔しいな。